皆さんこんにちは、森ありです。これ待ってる時間にね、ちょっと同じエチュードハウスのものを紹介しようと思って撮りました。この間ね、原宿にエチュードハウスがもう1店舗できたんですよ。すっごい大きなショップができて、でそこでですね、福袋みたいなものを買ってきました。これは一個一個ちょっと後で使ってみたレビューは出したいなと思うんですけど、今日は何を買ってきたかっていう紹介をしたいと思います。こちらのエチュードハウスのヘアマスクですね。ヘアマスク、この可愛いヘアマスクと、あとはヘアトリートメントとヘアミストを買ってきました。こちらがヘアクリームですね。熱から髪を守るヒートプロテクト処方でパサつき広がる髪にって書いてあって、でこれがコテとかアイロンとか使うときにこれ塗ると傷まないですよっていうクリームみたいです。なのでこれとこれが完全無敵のエチュードハウスヘアセット、サンプル入ってる。エチュードハウスってサンプルめっちゃくれるからすごい好きなんですけど、そしてですね、私が一番欲しかったものがあって、その原宿店がオープンした時に、オープン記念に限定でバッグをプレゼントしてくれるっていうことで、じゃーん、超かわいい、このにゃんついてるんですけど、はい、これはね、ランジェリーポーチみたいな感じかな。 Life is sweet って書いてある、超かわいい。ほら、トートバッグかわいい。はい、こんな感じで持ち歩けるの。はい、これがオープン記念のノベルティになるので、すぐになくなっちゃいました。結構すぐなくなっちゃったみたいで、よかったと思ってゲットできて、はい、竹下通り行ってきました。で、このヘアパック、ちょっと今開けてみますね。はい、このヘアパックの、紹介ですね。こっちヘアマスクになってます。こっちが被る方で、こっちが多分ね、こっちがトリートメントですね。でこの中にキャップが入ってるものになってます。でこれの紹介とかはまた後日開けたいなと思います。あとこれも集中トリートメントですね。超かわいい。もうさ、エチュードハウスってさ、基本的に全部ピンクだから私すごい好きなんですよ。このヘアミストもすごく韓国のサイトがあって、その韓国のサイトではめっちゃレビューが高かったので、この3つがね、これずっと欲しかったの。韓国行った時にね、これ買えなくて、前なのでずっと欲しかったから、これとこれがセットになっててすごい嬉しいなと思って買いました。で大体エチュードハウスのヘアケア商品は、コンプリートしたかなって感じ。はい、で一個一個また使って動画レビューできたらなと思います。エコバッグちゃんの中に入れておきましょう。めっちゃ可愛い。はい、ということで今回はエチュードハウスの購入品紹介でした。ということで森ありでした。またね、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。なんかすごい眉毛でごめんなさい。チャンネル登録ボタンは上にあります。そして過去の動画はこちらに置いておきます。これからね、ヘアパックとかもレビューとかしていきたいなと思いますので、見てみてください。これからもよろしくお願いします。森ありでした。バイバイ。